学べ精神明治12年は、江戸時代末期の土佐藩の上司、塩木役。通称は、学べ英三郎。土佐藩の後部合体派で、後藤昭次郎や福岡皇帝らと共に、大政奉還を締結した人物。文政四年、土佐藩氏、後藤正道の次男として、高知城下に生まれる。土佐藩上司、学べ昭尉の養子となる。吉田洋の門下で新御組に属し、 土佐藩の中老、塩木役、大目付を務めた。慶応3年4月、四公会議の決裂後、京都で寺村道成、福岡皇帝らと共に、山内陽道の辞邸、山内豊関の側用人を命ぜられる。同年6月13日、後藤昌二郎は上落すると、17日に、京都の土佐藩邸で、今後の土佐藩の方策に関する大条りを、 在京藩主脳の寺村、真部、福岡の三人に時、き、真部らの賛同を得た。慶応三年六月二十二日、京都三本木の料亭、吉田屋で、薩摩藩の西郷隆盛、大久保利道、小松清蓮らと、土佐藩の後藤、真部、福岡、寺村らが会談し、薩土名役を結んだ。坂本、中岡らが、京都市場河原町の、 大宮で襲撃された事件の時は、真鍋は大阪蔵屋敷を預かる職務のため、大阪判定におり、事件を京都へ駆けつけた。明治12年死去。墓は、高知県高知市山手町の高知市歴史墓地公園にある丹中山にある。ありがとうございます。